はい、どうも皆さん、こんにちは、半助です。今回もサルゲッチューズ実況やっていきたいと思います。はい、じゃあ、地球不思議不思議。確か前回ピンキーイエローじゃねえや。なんだっけ、ウッキーピンクを捕まえ損ねたんですけれども。はい。で、この次のステージはどんなステージかな？もうまた前回同様、簡単なステージがね、個人的にはいいんですけどね。なんかもう1時間、2時間もね、かかるようなステージは、やっぱり精神的に来るんですよ、途中から。これも余裕そうだ。お、カニザルだ。俺カニザルは知ってる。なんかアニメ見たぞ。カニザルだ。というわけでちょっと面倒くさい相手はどうするかっていうと、もう何がいいかな。マジンダンサー使うか。もうね、あれ以来もう、あー見えない見えない、そのアングル見えない。まず敵を破壊して、ちょ、カニサル逃げんな。ちょ、カニサル、カニサル、ちょ、いけマジン、いけ、おいマジン、マジン、マジン来ねえ、おいマジン、マジン、マジン意味ねえじゃん、役に立たねえ、うんこじゃん。ちょ、マジン、ちょ、マジンが使い物になんないの、ちょっと残念だな。お待ちました。あれ敵、あ、じゃあいいや。まだいるんだよな。ちょっと、どうしようかな。じゃあ、まずここの遺跡を押してしまいましょう。おい、ちょっと。おぉ。まあ、マジはこうやって使え、ほんと頼りになります。おっ、あれ敵か。じゃあいい、これパス。これ敵とはやり合うつもりだ。2匹目どこかな。よいしょ、じゃあちょっと登って、登って、ああ。この飛翔の能力も低さな。ちょっと助走つけて走んないとやっぱダメみたいですね。よいしょ。おし、ビスケット。ビスケットは大事だよ。ちょっとマジン。一時マジン使う必要もないかなと思うんですけど、ね。うわ、水の中に逃げられたら勝てねえわ。どうしよう。しゃあないな。水の中に逃げられた。止まりましょう。誤爆完了。まあ僕どっちかっていうと水の中の方が得意だからな。いけるっちゃいける。どうやっていきゃいいの。あ、いたいた、あそこに猿。ちょっとじゃあちょっと落として捕まえますか。よいしょ。あいつちょっと落としますか。で、あ、こいつただの猿だ。じゃあ余裕だな。よいしょ。ただの猿はちょっとね、捕まえるのは簡単ですね。あれ、どこ、え、猿どこ、あいた。猿。何の猿じゃないのか、ちょっと腑に落ちないのか。まあいいや。あとは、どこかな。サルレーダー使おうかな久々にちょっとサルレーダー使いたいですけどどこ、あ、そこにいる、もうそこにいるか。ねえ、ちょっとあっち行ってみよう。めっちゃ寒いそうだな。ここはジャングルなのかな、多分。あ、いる。
確かこの感情あれ敵か。ああ、いるいる。ああ、なんかこういうの見たことあるわ。なんだっけ、なんか水上都市、水上都市どこだあれ、ベトナムかな、なんかアジアでね、水上都市があるんですよ。でなんかね、みんな船で移動するんですよ。家から家まで、学校までね、学校まで船で通学するってすごくないですか。ちょっと当時小学4年生だった俺は感動すら覚えましたね。まあ、すげえみたいな。さーて、そんなことはともかく、あ、ここ入れない。ああ、さすがに民家ぶっ壊しちゃダメか。うん、トルク破壊しってちょっとダメだからね、このゲーム。さあ、どうやって入ればいいのかな。あ、そう。え、これどうやって入ればいいんだ。この家どっから入るんだろう。あっちか。よし、入っていきましょう。はい、あなたと関わっている時間はないです。さようなら。これどうやっていきゃいいんだ。あ、もしかしてこれって、いけんじゃね？くのいち、くのいち、くのいちで、まず、ミラクル忍者になって、そんで、こっから届くかな？うわ、届かねえか。お、お、すげえ。よし、捕獲。よし、捕獲完了しました。というわけで、元のところに戻りましょう。危な、おー、やっぱり攻撃のスピードが速いんで、いいっすね。かな。お、いけるいける。あ、いますね、猿。じゃあちょっと忍法でいきましょう。忍法。よし、捕獲完了しました。もうこいつ使えば楽っすね、かなり。それはダメだな。どうしよう。いや、食らう、やっぱり。あれ、なんでさっき食らったんだろう。潜ってれば食らわないはずなんだけどな。まずあっちの方にいるからな、一匹。よし、捕獲。いや、ミラクル忍者はこれ使えますね、かなり。いいですね。もう終わりかな？多分。よし、もう終わりました。ってことは。じゃ、ちょっとこっち向かってみますね。あと7秒で猿捕まえられるかな？あー、無理か。いたいた。いた。もうダメだって言うからゲームオーバーになったのかと思ったらそうでもなかった。よかった。いやー、ビスケットを補充するのをね、すっかり忘れてたんですよ。よいしょ。あれ？登れない。あれ？登れない。なんで？もうここは安全にミラクル忍者使っていきたいけどな。いいや、ミラクル忍者使おう。もしも変身は、変身中のあの格好つけはいいから、早く捕まえろ。うわ、正面からじゃないと効果ないのか。あの猿、早い。よし、捕獲。あとどこだ？
島の上の方まで来たけど、いない、あ、いた。なんかある。あ、これパズルでしょ。パズルですね、これ。これ、まずこれを一番後ろにやっちゃって。で、こうして。で、これ押せばいいと。おお、なんか出てきた。あれ、どうやって行くんだろう。あれ、どうやって行きゃいいんだろう。竹とんぼじゃいけないだろうしな。あ、あっちか。いますね。まず、退治。あ、いるかな？あ、なんかいるんじゃね？あ、いるいる。よし、捕獲したんで、もう一回ゲットアーミーで探します。あっちか。お、なんかあっちの方にもあるぞ。俺、こっちは来てないな、多分。え、俺、方法音痴だからどこだかよくわかんねえけど。もしかしてあそこのスイッチを押せってことなのかな。おお、出た出た。じゃあちょっとあっちの方開いたんであっちの方行っていきたいと思います。いて、登れねえんだけど。1、2、うわぁ、ここ苦手なんだよなぁ。ここは結構苦手。まあ、ただ潜っていけるよな、これ。は？あれ、ちょ、潜れない。あ、こうやって潜るんだ。え？ちょ、よくわかんねえ。どうやって潜るんだ、これ。え？さっぱりわかんねえ。どうすんの、これ。よいしょ、とりあえず回復しといてと。あ、あっちの方に誰かいるっぽいぞ。あ、あれは猿だな。お、昇格。残り2匹ですね。じゃあ、とっとと捕まえちゃいましょう。この奥にどうやらいるっぽいな。あぶね、いて、ちょ、逃げる。俺はね、無駄な争いはしない。ちょっとあいつ手強そう。ミラクル忍者使おう。おし、捕獲。残り1匹ですね。ん？邪魔をするな。俺の邪魔をするな。はい、残り1匹捕獲。あ、もういいや。ミラクル忍者使って一発で仕留めます。おら、あ、一発じゃねえ。一発で仕留められなかった。ちょっとちゃんと狙いを定めないとね、発揮してくれないんですよ。自動追尾じゃないんで。お、昇格。
というわけで、捕獲完了いたしました。はい。いや、忍者スタイルでなんか、変身した状態で、クリアするとなんかかっこいいっすね。というわけで、次のステージやっていきましょう。はい。ちょっとマウスカーソル出てきちゃってるけど。はい、じゃあやっていきたいと思います。おいしょ。じゃあ次はですね、どれだ?猿の空やっていきたいと思います。大空のトップガイ。大空のトップガイってことは、空の敵が多いってことかな?これは。ちょっとこれは。これ落ちたら死ぬやつだね。多分。やばいね。これ飛行機。うわ、そういうステージか。ちょっと苦手だな。俺、こいつ視聴能力がないからな。よし、危ない。ちょっと視聴、飛ぶのに向いてる変身。あ、忍者か。そっか、忍者があったか。ちょ、あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、落ちる。落ちる。ああ、かんやん、これ。よいしょ。まず移動します。移動します。あぶね。うわー、これちょっとめんどっちいなー。なんかもうビュン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 いけるステージが俺好きなんだけどな。よいしょ。お!出やがったな。じゃあちょっとこっちも忍者で対抗させていただきますよ。やっぱこういう時は忍者に限るね。よいしょ。もうまとめてね、ザコどもを一掃するときはこうします。忍法おらー、危ねえ、落ちる。ちょっと機動性高すぎてちょっと落ちそうなんだけど、やばい。どうしよう。で、どうやってあの猿を捕まえようかな。おら、よし、捕獲完了。やっぱいいっすね。忍者は違う。あ、ああ、うっそ、そこあったの?そこ継ぎ目あったの?よく見えなくて分かんなかったんだけど。なんかマリオのステージってこんなんあったな。空中に浮かぶ船をさ。あ!もう、同じこと、同じミスを2回繰り返すのがまあ、ハンスケクオリティっすね。もう同じことを2回繰り返してる、完全に学習しない。いや、そこ繋いでるかと思ったんですけどね。わずかながら隙間が空いてるっていうね。あぶね、ちょ、そういうステージなの。なーなな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 、かたまりだな。あ、すいません、全然違う歌だ。全然違うゲームだそれ。なーなななななな、え、なんかすげえ。え、なにあれ?あれに飛び乗れっていうの?いや、こっちでいいよね。え?ちょっとなんかここに置いとくか。こんな時でもミラクル忍者ですよ。もうミラクル忍者万能性高いっすね。この位置からでもね、危険を犯すことなくね、捕まえることができるっていう。あれなんで?あ、あー、ここアラビアンナイトじゃないとダメなステージか。ちょっときついな。アラビアンナイトをちょっと使っていきたいと思います。アラビアンナイトなんて名前だったっけ。魔人ダンサーだよ。何かアラビアンナイト全然違う。あ、やべ、チビ4個ぶっ壊しちゃった。いや、ちょっと俺遊んでよ。よし、魔人ダンサー使います。よし、踊れ踊れ。窓ガラスぶっ壊してくれんじゃねえ。え、どうやって入んのこれ。あ、すげえ入れた。でも俺どうやって入んの。え、ちょ待って、俺入れねえんだけど。え、え、ねえ、俺どうやって入んの。え、俺、あ、入れた入れた、やっと。
あー、ゲットアーミー、ゲットアーミー、これか。いた。この猿が。よし、捕獲完了しました。で、ちょっと押してみましょう。おお。あとは他に取りこぼしはいねえかな、いねえか。よし。ザコがいっぱいいるな。ミラクル忍者使おう。よし。もう忍法使えば怖いもんなしですね。完全に。おい、そっちじゃねえ。そっちじゃないぞ。ちょっと荒ぶってますね。今日はいつにもまして。よし、捕獲。まず1匹捕獲。からの2匹目も捕獲。よし。もうスムーズに2匹、2匹とも捕まえちゃうってすごいですね、もう。いやー、素晴らしい。まあ、これが、まあ、これがね、忍者のね、どこ捕まってるの君。あ、降りれんじゃん。え？あ、違うの？なんか、下のとこに降りれんのかと思ったら違かった。俺、お前みたいにザコと遊んでいる余裕はない。さて、では進みますか。邪魔くさいな。あそこに猿いますね。いいや、ちょっとミラクル忍者を積極的に使っていきます。もうこれだけのために使うっていうね、ミラクル忍者は。ちょっともったいない気もしますけど。さーてと、あとは箱に隠れている猿もいないことだし、じゃあ、戻るとするか。あといるとしたらどこかな。あぶね、落ちる。あー、あれ、もう移動してくんないの？あ、移動した、移動した、移動した。もしかして、ここで降りろってことですか？え？違くない？え、違くね？なんか途中行くとこあった気がするんだけど、どこだっけ？そこや、そこそこ、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 ああ、ああ、プロペラ食らった、あかーん。あれ飛び乗んのきついよなー。あー、でも、ヘビトンボなんて名前じゃなかったと思うけど、竹トンボ使えばいけるかなー。ちょっとさっきのとこまで戻りますね。はい、というわけで、さっきのところまで戻ってきました。はい、ここに戻るまでかなり体力を消費しちゃったんですけどね。ちょっと体力を今回復したいところっすね。ちょっと、これ死んだら終わるんで、ちょっと体力を回復したいんだけど、したいんだけど、できそうにない。体力、無駄に敵と戦ってる余裕なんてないけど、どうしよっかな。あーやっ嘘でしょ。ああ。いいや、最初あっちの方から行こう。せっかく行ったのにな。やっぱ忍者使った方がいいんだな。よいしょ。
ああ。で、ここまで来て最初にあっちの方行けばいいんだよね。うん。何を思ったか俺は最初になんか、何を思ったかね、俺は最初に、あれ使っちゃったけど、うん。最初はくの市で渡れる方から通っちゃった方がいいかもしれない、これ。よいしょ。で、まず一匹目を捕獲。逃がさねえぜ。で、ここに、ね、最初見、ちょっとね、見落としてたんですけど、ここに細いとこあるんで渡っちゃいます。はい。うん、こっち最初に渡った方が良かったね。うん、で、最後に、あの猿を捕まえた方が早かったかもしれない。どっちかっていうと。よいしょ。はい、逃がしませんよ。まあ、狙った獲物はもうね、逃がさないから。ああ、こっちか。こっちでいいのかな？よし、捕まえよう。あと、猿を一匹捕まえておきたいところだけど、いない。あ。あれ、あっちにはいないのかな？え？あれ、いないっぽい。あれ、いると思ったんだけどな。あ、じゃあ、俺はたった一匹捕まえるだけにあんな苦難を強いられてたってわけか。うん、それはアホだね、俺。じゃあ渡っちゃいまーす。なんだ、たかが一匹捕まえるだけに俺あんなところで右往左往してたのか。まったく今となるとアホらしいぜ。よいしょ。渡っちゃいまーす。さささっと渡っちゃいましょう。で、こっちに乗って、と。もうそうと分かればこっちのもんだよな、完全に。あれでもなんか途中飛行機1個あるけど、あれに乗れってことじゃないの？じゃあ結局のところ。結局あの飛行機の中で全員捕まえちゃった方がいいってことじゃない？これは。ミラクル忍者で、じゃあまずは一匹難なく捕まえます。よいしょ。難なくまず一匹目を捕まえ、あれ？あ、そっか。よし、危ねえ。ギリギリセーフ。いるかな？あ、いた。いた猿。よし、捕獲されろ。捕獲しました。というわけで、危ねえ！危ねえ！危ねえ！ちょ、なんでそこでヒップドロップすんの、こいつ。まあ、まずはとっとと捕まえちゃいますか。あ、違う、間違えた。そっちじゃねえってばよ。あいつ一匹で、あっちに一匹。最低二匹いるってことか。あ、でもあの操縦奪えないかな。無理か。こっちだよね。うん。ついいつものくせにミラクル忍者使っちゃった。もうミラクル忍者お気に入り。違う、そうじゃね。早く行けって。おい。おい、早く行けって。バカでしょ。よし、行け行け。行け。だからそうじゃねえって。早く行けよ。おい、早く。よし、行った行った。やっと行きやがって、押せ。ちょ、早くどけ、クソ猿。おし、いた。お、昇格完了。そんで。あと2匹捕まえて残り何匹だろう。でもどうすりゃいいのかな。あと残りの猿ってどこにいんだ。ちょっとミラクル忍者使って一度に2匹捕まえちゃいますね。いて。そういう余裕もさせてくれねえっていうか、ほら。ほら。邪魔だ、ザコ。よし、どんなに遠くにいても捕まえる。いけ。よし、捕獲。さあ、で、あと、こう。お？
あっちにいる？あっちに反応あり。ああ、こっから出れんじゃん。俺何をさまよってたんだ。アホか、俺は。なんだ、こっちに出口あったんだ。完全見失ってたね。ミラクル忍者で捕まえまーす。まず一匹目。あ、なんだ、出ただけか。え？ここ出口違うよね。出口違うよね。完全に。ああ、こっちは初めて来るところだ。なんかくるくる回る必要あるのかどうか悩むけど。おいしょ。あ、今飛んだのに。なんてことがサルゲッチョだよ。しょっちゅうよくあるっていうね、危ね。ちょっと余裕ぶっこいてると落ちるからさ、こういう風に。もう、この飛翔能力の低さをさ、なんかさ、主人公こんな飛翔能力低いのになんでこんなステージ作ったの？アホだべ。開発者アホだべ、これ。サルゲッチョ作った開発者完全さ、ド S な人だよね。こんなステージでうまく操作なんかできるわけできちゃった。どう考えてもこんな飛翔能力のない主人公をさ、こんなステージに出させるっていうのは完全にあれだよ。空中ステージは一番俺が苦手なんだよ。苦手っつうか多分こいつが苦手だと思うけど。まあいいや、まとめてね。まとめて捕まえたいっす。はい。あと何匹いるかな？あれ？進まねえや。え？なんで？あ、こっから渡ってくださいってこと？あ、いけるっぽい。あ、これいけるね、多分。ほら、いけー！いけー！よし、届いた。で、あとは問題は何匹いるかってことだ。あそこにまず一匹。やってみるか。まず一匹目を、あそこで、捕獲！空に逃げようとしたって無駄だぜ。え？行ってみるか。気づいた時にはもう遅い。お前はもう。この下にいるんかな？あと何匹だ？ 6 匹か。まあガチャメイキを使うのは正直かったるいけど。ちょ、待って。行け。ちょ。もういいや、乱射しまくろう。乱射しまくるしかない。おらおらおら、まとめて散れ。おら。お、ビスケッツ、ビスケッツせっかく3つもあったのに。おら、どうだ、どうじゃ、おら、効かんか。おし、排除。ああ、これであっちまで行ってくださいってことか。え、乗れよ、早く。まずこの重機専用スイッチで押します。んで、この奥に進みます。おーおー、ちょ、あれ？俺何してたっけ？発進。嘘、ダメなの。え、どうしよう。え、どうやって行きゃいいの。はあ、これがギリギリか。これがギリギリで。おお、行けた。なんとか行けた。もうこれはね、もういいや。全員一掃するわ。死ねえ。雑魚に用などないわ。もう分身すれば一度にぶった切ってくれるからな、余裕。
どこだあの猿。いたいた。よし。よし、捕獲。じゃあ次に進むかな。多分あれはドアをぶっ壊していかないといけないタイプだから。よし。やっぱミラクル忍者一番優秀だね。まともに使えるのはあれだけだわ。まあただ俺が食わず嫌いしてるっていうのもあるかもしんないけどね。よいしょ。じゃあ破壊していきましょう。あと5匹か。一度に一気に捕まえられるといいんだかな。おお、外に出た。けどまあこんな強い風の中でも。お？ああ、危ねえ。危ねえ。あと一歩で俺が丸焦げになるとこだった。危ないね。さあ、何が待ってるかな？この奥には。ああ、ちゃうで。よいしょ。こうやって破壊して。おー、いますね。おお。あれと戦えってか。俺に勝とうなんて100年早いんじゃない？ちょ、おりんなってお前バカ。あ、もう爆発するこれ。あ、終わった。どうしよう。え？あー、危ねえ。ここでなんかまた一からやってくださいねなんて言われたらシャレにならんわ。というわけで、おらららら、おら、おらららら、銃乱射、おらおら、おらおら、一発でダメなら何発も撃つ、俺は。容赦しない、俺は。もうね、降りなくていいってだから。違う、もう、乱射しまくるわ。これ間違えて降りることあるよね。なんか、サルゲッチュって作りに不満がある、んだよね、俺。おら、よし、勝った、え、まだ？おし、連打。で、降りて、ミラクル忍、あ、使うまでもねえや。あと3匹ですね、捕まえましょう。あと3匹。おー、やってる。要するにあいつら全員捕まえればいいのか。あの上で一匹いるな。この奥にもまだいるな。ってことはここ行く途中に3匹捕まえろってことか。あー、いる。俺を舐めるなぁ。こういうステージ、心ぴょんぴょん、危ねえ。心ぴょんぴょん。ちょっとご中佐の曲流れてこないでそこで。俺の頭の中でさっきからご中佐の心ぴょんぴょんの歌が流れてくるっていうね。心ぴょんぴょん、あぁ。ここで進みすぎちゃダメなんだよね。ここでこういう風に行って、で、ああ、いる。行くぞ。変身！必殺天儀！おら！必殺天儀ではないけど。ほら、捕まえろ。ナイス。じゃあ、あと2匹捕まえちゃいます。おお、いるやん。ちょっと待って。この雑魚どもをまず一掃してから。俺を誰だと思っている？エルローライト！エルローラ、あ、あ、いやいやいや、あ、あ、あ、俺を誰だと。はい、はい、はい。どうしよっかな。ちょっと、まず一匹目を。これもう2匹捕まえたら俺の勝ちなんだよね。よいしょ。まず1匹、残り、ラスト1匹じゃん。あそこにいるから。
あ、あれを跳ね返せってこと？もういいや、ダリーからミラクル忍者使おう。よし、行きまーす。忍法、おら！おら、おら、おら。惜しかった。あー、危ねえ。体力あと少ししかねえじゃん。捕獲完了しました。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。やっと捕まえたぜ。いや、やっぱミラクル忍者のパン能力すごいですね。スピードも速いし、攻撃力も高いし、で、捕まえるのも捕まえやすいし、もうこの三拍子揃ってる、まあ、変身ガチャメかだっけ。なんで、まあ、いいですね。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。また明日もやるんで、よろしくお願いいたします。それでは、さよなら。